線は、かつて、静岡県中部、藤枝市の大手駅から新藤枝駅を経由し、駿河湾西岸、お前崎付近及び遠州灘北東岸を回って、袋井市の新袋井駅を結んでいた静岡鉄道の鉄道路線である。大手駅から新藤枝駅自動型駅間の、富士商線と、池新田駅から新袋井駅間の中円線を、つないで全通した。 期間7 6 2ト、mm、ルの軽便鉄道で、鮮名は、駿河国と東東海国を結ぶことからついた。なお、大手駅から新藤枝駅間を、大手線、駿河岡部駅大手駅間を、岡部線として区別することもある。元は、藤枝からの藤荘鉄道と袋井からの中円鉄道が、静岡電気鉄道など、他の運輸事業者と、戦時統合して、静岡鉄道となり、 戦後の1948年にそれぞれ富士愛線、中遠線となった両鉄道の末端部をつないで一本の路線としたものである。その結果、大手から新富士枝から新福路井は全長 64.6km と軽便鉄道としては日本最長規模になった。その複雑な追い立ちと長大さから使用される車両も引き継ぎ車。 静岡鉄道自社製を中心に手術雑多な路線だった。モータリゼーションの荒波に講しきれず、また老朽化した大井川橋梁の掛け替えに多額の費用を要することから、全通からわずか16年後の1964年より、区間廃止が始まり、1970年7月31日、限りで全線廃止、翌8月1日から代行バスに転換された。 春延線前通時のデータ藤枝は、東海道53時以来の宿場町であったが、明治に入って開通した東海道本線の駅は、町外れに設置された。加えて、当時東海道本線の乗り入れで活況を停止始めた八重津から南下して、遠州川崎、佐良遠州横須賀を経由し、中泉に至る京弁鉄道、春延鉄道の構想があり、 交通要衝からの転落に焦る藤枝にとって、この構想に打ち勝つことはまさに勝利の急の議外であった。このため、藤枝の実業家である笹の仁志郎をはじめとする藤枝城や志田郡内の有志が集まって、京弁鉄道の建設を計画した。そこで、新園鉄道に対抗すべく出願されたのが、藤枝と相良方面を結ぶ東総鉄道である。 1911年8月、富士層鉄道不設認可を受けると、同年11月には笹野を初代社長とする富士層鉄道株式会社が創立された。同時期に中遠南部でも八重津の資本が進出してくることに危機感を覚えた地元住民により、小笠郡笠原村出身の県会議員である柴田倉太郎が中心となって袋井からの中遠鉄道を発起した。 1911年10月10日、北起人に、富士総鉄道の笹野も協力して、付設特許を申請。1912年3月9日に付設許可がおり、同年8月28日に、中遠鉄道株式会社が創立される。富士商・中遠とも、起点を、春遠鉄道計画の八重津に対して、藤枝、岩田に対して、袋井と変えている。 富士層鉄道の測量、工事は順調に進んだ。一方で1911年8月に鉄道免許状がカ付された春苑鉄道はかなり富士層鉄道と競り合ったものの車内の内紛などもあって測量を猛禄に行われず、1918年5月に免許執行となり、会社自体が消滅することになる。富士層鉄道がまず手掛けたのは、藤枝駅と藤枝市街を結ぶ。 大手線区間で1913年に開業した。続く路線は東海道本線をオーバークロスし大井川に迫るが、都会予定地点は大井川河口に近く、川幅は約1キロメートルあり、速やかな河橋は費用の上で困難だった。このためとりあえず、大井川南岸の大畑細江を1915年5月に先行開業し、大井川は 徒歩連絡とした。その半年後には、有料の人道橋、富士見橋を買収する形で、大井川区間を一車軌道として仮開業するという苦肉の策を打ち出している。この一車軌道区間の運行は制約が多く、続行運転の場合は7枚以上の間隔を空けることが義務付けられていた。また仮橋専属の巡視員を置き、桁の接合箇所を監視して、 常に安全状態を保つ、要政府から求められていた。この区間は単線だったため、数量の続行運転をすると、反対側からの運行は少なくとも三十分は不可能になり、両側を運行する鉄道線のダイヤが乱れる要因ともなった。このため一九百十八年には、橋の中央部に交換用設備を設け、客車二両、貨車二両を対避の上限とする制約を課した上で、 上下線の交換を可能とした。大井川河橋が難航する間にも、大井川南岸での路線延長ははかどり、遠州川崎町へ、さらに相良へと、区間開業を重ねた。大井川の鉄道河橋が正式に開業したのは、1922年の集中豪雨による富士見橋の流出をきっかけにした、対象も末の1924年のことである。 そして1937年7月9日には、鉄道専用橋も完成するが、工述するような不況の影響で資金が足りず、走れた部分こそ構成だが橋脚は、全時代的な木製だった。このため、橋梁上は通常で、時速 15km、強風時や増水時は、時速 5km の速度制限が課されており、 さらに風雨の激しい時はこの区間を運休としてバスによる代行輸送を行っていた。同じ頃、中遠鉄道も新袋井から新横須賀を開業させているが、こちらは沿線に越えるべき対がもなく、工事はスムーズであった。この後しばらく、中遠鉄道の延長は途絶えるが対象末期に南大阪へ延長し、 また新袋井での国鉄との連絡を改善している。昭和に入って1927年、新密又まで延長され、戦前の中遠鉄道線は全通した。富士層鉄道も1926年に自動型まで延長しており、両鉄道の末端同士は 15.3km にまで迫った。対象末期から日本各地ではバスの進出が著しく、 蒸気機関車に頼っていた中小鉄道は苦境に立たされた。富士省・中円両鉄道も例外ではなく、特に中円鉄道は深刻であった。このため両社は相次いでガソリンカーを導入、速度の向上で業績好転を図った。機動車運転は高成績を収めるが、1929年の世界強行後は両社とも再び業績が下降する。 静岡鉄道の社門やがて太平洋戦争下の1943年に打ち出された戦時統制により富士省・中円両鉄道は静岡電気鉄道、静岡乗り合い自動車、静岡交通自動車と共に戦時統合の対象となり静岡鉄道が成立する。旧富士総鉄道は同社の富士省線、旧中円鉄道は同社中円線となった。 終戦後、富士商船、中遠千円線には都市部からの買い出し客が殺到した。もともと農業、漁業とも盛んな地域のため、食料は豊かであり、買い出し先として絶好だった。このため戦前の苦境が嘘のように、両船とも超満員が続いた。空襲の被害を受けなかったことから、車両は確保されていたが、それでも、客車、 企動車を総動員しての車両不足状態だった。ただこの時期には激増する旅客輸送に対処することに、精一杯で、売り上げを路線に対して投資できなかった。改めきや大井川橋梁の掛け替えなど、懸案事項の着手に至らなかったことは、後の周辺線の象徴に大きく影響することになる。この頃から両線を結ぶ構想が持ち上がった。形を変えた。 春間鉄道の実現である。両線とも、軽便鉄道であって、企画もそう違わず、戦争中軍が用いていた線路が、同地帯にあったことから話は進み、区間開業を経て1948年に、両線は結ばれ、新たに、春間線と呼ばれることになった。なお旧、富士層鉄道は、1925年に、大手から北東へ伸びて、 駿河岡部に達する延長を行ったが、同区間は11年間運行しただけで、戦時が合併前に廃止されているため、駿河岡部大手と大手から新富士由なと岡田から、新袋井は同時には存在していない。戦後の混乱が明け、日本の高度経済成長が始まると同時に、モータリゼーションが鉄道に襲いかかった。特に鉄道の利点である、大量。 高速輸送の点で欠陥を持つ軽便鉄道は脆く、1950年代後半から1960年代にかけ、次々に姿を消していった。春沿線の場合は、戦後に開通した区間の大部分が沿岸部の砂丘地帯に敷かれた、組用軌道ルートを利用していたせいで、既存集落から離れすぎて、沿線人口が少なかった。また藤枝袋井では、遠回りな線形で、 東海道本線に比較するとはるかに時間がかかり、運賃も高くついた。さらに、藤枝川の駿河地域と、袋井川の遠州地域はもともと文化、経済圏が異なることから、沿岸部の農業村総合での交通需要自体が少なかった。さらに、1950年代以降、貨物輸送の主流はトラックへ移行し、またたとえ車両運用を考慮しても、 全線維持は再三に合わなくなっていった。このため、1961年からは、沿線人口の少ない、自東方から新密又間は、朝夕のみの運行となり、1964年には、藤枝市街区間の大手線と、ほぼ戦後開通区間と重なる堀の神殿から、新密又が廃され、春沿線全通時代は16年間で幕を閉じた。その3年後には、 利用客の少なかった新福井から新密又が全廃となり、旧中遠鉄道の区間は完全に消えた。愛前後して、春園線では静岡市への通勤通学客を抱え、夏場には沿線の聖波海岸など海水浴輸送という目玉もあり、快速列車、サザナミの運行も行われていた旧富士層鉄道区間向けに、 京弁鉄道の新しい形を模索しようと、京弁では、異例の大きさと出力を誇る190割気球のディーゼル機関車、DD501 を1965年に自社新造するなどしたが、この機関車も一両のみの製造に止まった。道路の発展によるバス路線の整備、さらに戦後の国士による老朽化した設備を抱えては、もはや崇勢を押し戻すことのできる状況では、 なくなっていた。そして、架強から30年余りを経た大井川橋梁について、橋脚の老朽化から掛け替えを検討しなければならなくなった。しかし、時節柄、新しい橋は木製橋脚でなく永久橋として架橋せねばならないことから、費用面に阻まれて、掛け替えは不可能だった。結局は1968年に大井川以南を一気に廃止。 残るはわずか6 3トルとなった。春沿線は大井川南区間からの長距離利用者の運賃で支えられている面が大きかったこと、そして路線規模が極小となったことで存在意義は失われ、ついに1970年7月31日を限りとして終焉を迎えた。春沿線は路線長が長いこともあり、路線全通の頃から 京弁鉄道には珍しく一部の駅を通過する、相性なしの快速列車が運行されていた。定期列車の快速に加え路線短縮後の1964年からは、手こ入れとして、藤枝大井川間は、各駅停車、伊遠灰原町までノンストップの海水浴客向けの、柿臨時快速が運行され、さざ波の愛称が付けられた。 これらの快速は1967年10月にすべて廃止されている。快速列車の運転開始は1956年11月で、機動車を使用し、新富士江が自動型間で1日6本であった。1958年10月からは新富士江だから、新福羅間で全線直通の快速列車の運行が始まり、上下各1本の直通快速列車のほか、 下り快速は、佐柄から新袋井間に1本、新藤枝自動型間に3本が、上り快速は新袋井から新三又間に2本、自動型から新藤枝間に1本、佐柄から新藤枝間に1本が運行された。下り直通快速は、所要2時間17分、上りの直通快速は、所要2時間12分で、後者は春延線全線で、史上最速の列車だった。 しかしこの全線直通快速は、わずか1年ほどで廃止されている。1960年には普通列車を追い越す、上り快速の運行が始まり、新福呂井から新三ツ間2本、自東方から新藤枝間1本、佐良から新藤枝間2本が運行され、うち3本で普通列車を追い越すダイヤが組まれていた。また下りの快速は新藤枝自東方間で4本。 新三又から新袋井間で2本が運行された。所要時分は、最速の列車で降り新藤枝児童方間で66分、上り児童方から新藤枝間で64分だった。しかし2年後には減便に加え普通列車の追い越しも、なくなり、1964人の路線短縮後は、新藤枝、堀の新玄関に朝上り、夕方降り1本。 三つ股から新袋井間では朝登り一本の運行となった。夏季臨時快速、サザナミは、夏季の海水浴シーズンにのみ運行される臨時快速で、機動車2両が数量の客車を挟む長大編成が使用された。周縁線の機動車の大半は総括制御のできない、機械式だったため、各車に運転士が乗務し、警笛を合図にして、運転操作を行っていた。 またダイヤ上では1967年は最初から臨時列車の筋が設定されていた予定輪であり運転日は他の定期列車の時刻変更が行われるなど当時の国鉄並みの運用がなされていた。周園線ではこれらの快速列車に小型ながらも立派なヘッドマークを用意し専用のサボも使用していた。またホーム停車中は列車の後端の脇にも 快速の案内立て看板を掲示しており、このような例も他の軽便鉄道では見られない、ものであった。富士総鉄道静岡鉄道富士合い、線中円鉄道静岡鉄道中円線、静岡鉄道春円線本節の出展、静岡鉄道では、軌動車の形式において、二軸車の片側車軸だけを、ボギー台車にした構造の、変ボギー車に三軸の井の、 C を一般的なボギー車に4軸の位の D を付加している。また自社製造の D14 以前の車両は、もともとはガソリンカーとして製造され、戦時中の来年装置搭載を経て、第二次世界大戦後にディーゼルエンジンに換装している。変速機は基本的に機械式だが、自社製造車の一部は液体式だった。キハ C1 キハ D9 の引き継ぎ車グループ。 キハ D10、キハ C13 の転入者グループ、キハ D14、キハ D20 の実車製造グループの3つに、大別される。周延線車両の車番は、静岡鉄道合併、以上の内キハ D18D2 例までが全線、廃止まで走り続けた。蒸気機関車、富士層鉄道中延鉄道静岡鉄道ディーゼル、機関車周延線には、 前身時代含め計48両の客車が在籍していた。木造車は引き継ぎ車と他車からの転入車に、構成車は転入車と自社製造車に大別される。なお、当線の客車はすべてボギー車で二軸単車は富士総鉄道時代の一車客車のみであった。塗色は当初は明るい茶色一色で、昭和30年代に当時の静岡清水線の電車に準じた。 横須賀色に近いツートンカラーとなった。木造車グループ構成車グループ人車客車貨車は合計55両が在籍していた。合併前から貨物輸送が盛んだったが戦後トラック輸送が発達してくると国鉄貨車から軽便貨車への積み替えの手間と輸送力の低さから需要が減少。1959年に貨物輸送を全廃している。なお、 富士層鉄道時代の大井川区間では、車夫が貨車を一両ずつ押して渡過したという。この区間では1915年に中遠鉄道から譲渡された5号蒸気機関車を使用する構想もあったが、重量の問題で実現しなかった。有害貨車、無害貨車2009年現在の自治体名。合併などもあったため、運行当時の通過自治体名とは必ずしも一致しない。 落ち井駅跡。路盤は自転車道として転用されている。ホームが残る五十岡駅跡。ミニ公園として整備されている。藤枝市郷土博物館の敷地内に保存されている B-15。柵で囲われ、乗り込めないようになっている。晩年はマスコミにも取り上げられた瞬間線であるが、保存された車両は少なく、残った車両も後年になって全て解体されている。 狐ヶ崎ヤングランドや佐良海水浴場のバンガローに配置とハ8、入り口の佐良海水浴場入り口バス、停留所付近にハ24の車体が置かれていたほか、佐良中学校校庭にハ19、吉田中学校中庭にハ23が台車付きで保存されていたが、いずれも現存しない。唯一 B15 形状機,機関車が保存されている。 廃線後に、静岡市の駿府公園内の静岡自動会館内に展示されていたが、改装に伴い、静岡鉄道長沼駅構内の工場への移設の後、整備の上で、静岡県藤枝田市にある藤枝市郷土博物館に寄贈され、保存展示されている。道館内には、藤草鉄道にまつわる資料も展示されている。静岡県袋井市浅場北コミュニティセンター地区では、 朝場北地区ちづくりを考える会が開催され、同市軽弁道の利用者増加に向けて、朝場ロマンス街道会が活動を行っている。中円鉄道2号機関車のレプリカ1943年3月25日に公開された黒沢明の監督デビュー作、姿、三四郎のラストシーンは、中円鉄道で撮影され、装飾された2号機や客車、 腕木式信号機が登場している。客車内での黒沢イカスタッフが乗客に噴して出演したが、死者を見た森岩尾に、ふざけすぎる。とたしなめられてカットされたという逸話がある。同鉄道は同年5月15日に合併して静岡鉄道に改称しているので、映画は中園鉄道時代を記録した貴重な映像となった。これを受けてか、2011年に、 袋井氏が、浅葉記念公園を整備した際、機関車レプリカには2号機が選ばれた。藤枝市出身の藤枝静夫と小川国夫の作品には、軽弁鉄道として何回か登場している。ありがとうございます。